まあ、今回はね、物価高でね、まあ、皆さん大なり小なりちょっと生活面とかね、まあ、工夫してる人が多いと思うんですけど、まあ、僕の夏を乗り切る節約健康、マニュアルを教えます。で、これダイソーで買ったんですけど、これ同じものね、これ1個100円で、めちゃくちゃこれ使い勝手いいですね。1個100円ですよ。ちなみにこっちはクジラさんがデザインされてるんですけど、最初こっち買ったわけよ。で、もう1個欲しいなと思って行ったら、デザインのないやつがしか売ってなかったんだよね。本当はクジラさん以外でもいろんなデザインがあるんだけど、ね、この分じゃあ安くしろやって思うけどね、クジラさんが書いてない分。っていうのはまあ冗談でして、まあ2本買いました。これ500ね。これ、水筒がめちゃくちゃ使い勝手いいんですよ。なぜなら、こうなっていて、飲みやすい。要は、ここが、こうなってんな、取るよね。で、ここが、口つけて飲みやすいの。口をつけて飲めるわけですよ。これは外しやすいっていう、超便利っすね。で、これを、僕ぐらいのクラスになると、健康を考えるわけですよ。節約だけじゃなくて。で、一つは、麦茶入れてますね。で、リュックに入れてます。で、もう一つは、ブルーベリークローズを入れてます。これ、安いんですよ。これ500円ぐらいで、イオンで売ってるんですけど、6倍ですね。だから、まあ、これを、まあ、こんぐらい入れてね、あと水入れて、だけだとちょっとね、いまいちね、健康面に関しては弱いんで、なんと僕はそれに、クエン酸を入れてます。クエン酸。ちなみにクエン酸は、掃除用と、この、食品用があるんで、必ず、ね、食品用を買ってください。で、これに入れて、おっとっと、これちょっと、6倍にして、クエン酸を、ほんのいっぱい入ってますけど、まあ、これを、このように入れます。で、完成ですね。まあ、ちょっと僕もね、意地悪なんで、完成は今させないですよ。皆さん、ちょっとイメージすることも大事なんで。ということで、まあ、こうやってね、健康と節約で、物価高、夏を乗り切りましょうねっていうお話です。まあ、これだけで、毎日やってるだけで、年間に見たしたらね、全然お金違うから、冬は確かにあったかいもの飲みたい場合はね、まあ、これじゃ間に合わないかもしれないけど、ちなみに僕は常温派なんで、ちょうどいいです。では皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。